マキシ・グナウックは、ドイツ民主共和国の元女子体操競技選手。五輪大会、世界体操競技選手権、フィグ体操ワールドカップ、ヨーロッパ体操競技選手権で合計27個のメダルを獲得し、ドイツが生んだ最高の女子体操競技選手の一人と考えられている。1964年10月10日、グナウックはベルリンで生まれた。両親は、 男の子が生まれると思っていたので、マックスと名付けるつもりでいたが、女の子が生まれたためマックスに愛を付け足して、マキシという名前を付けた。5歳の時に体操を始め、3年後にクライス・スパルタキアード大会で初のメダルを獲得。後に所属クラブを SC ディナムをベルリンに変更し、そこではコーチであるユルゲン・ヘディッツの指導を受けた。1977年に、 初めての全国大会となる東ドイツジュニア選手権で個人総合で5位に入り、翌1978年に日本の名古屋市で開催された中日カップに出場して4位になった。1979年5月のヨーロッパ選手権コッペンハーゲン大会に初出場して個人総合で6位、長馬で銀メダル、段違い平行棒で銅メダルを獲得。 同年11月の世界選手権、フォートワース大会では、初出場ながら、個人総合で、接戦の末、ソビエト連邦のネディ・キムに次ぐ銀メダルを獲得、段違い平行棒では、金メダルを獲得した。1980年モスクワ五輪では、個人総合で、ルーマニアのナディア・コマネチと同点で、銀メダルを獲得、種目別でも段違い平行棒で、金メダル、床で、 銅メダルを獲得した。また、団体総合では、東ドイツの銅メダル獲得に貢献した。これを受けて同年、東ドイツの新聞、ユングベルト市場での投票により、スポーツウーマンオブザイヤーに選ばれた。その翌年の1981年は、グナウクにとって、最高の年になった。ヨーロッパ選手権マドリード大会で、個人総合、団地外平行棒、 平均台、床で、金メダルを獲得し、跳馬でも、銀メダルを獲得。世界選手権モスクワ大会でも、跳馬、段違い平行棒、平均台で、金メダルを獲得した。1982年のワールドカップ、ザグレブ大会では、段違い平行棒で、金メダル、床で、銅メダルを獲得し、1983年の世界、選手権ブダペスト大会では、 段違い平行棒で金メダルを獲得した。1984年のロサンゼルス五輪には東ドイツが大会をボイコットしたため出場できなかったが、1985年のヨーロッパ選手権ヘルシンキ大会では個人総合で銀メダル、段違い平行棒で金メダルを獲得した。グナウクはアクロバティックな演技に優れ、 段違い平行棒においては、当時、世界最高の選手の一人だった。また、女子体操競技の床で、史上初めて3回ひねりを成功させた選手の一人でも、ある。1986年4月、正式に引退を表明し、ライプツヒ大学で4年間スポーツコーチングを学んだ。在学中の1988年に、ウォータースライドで転倒し、 死後椎骨を骨折した。怪我の状態は深刻であり、後に椎骨は金属板で補強された。ドイツ再統一後は競争が激しくなり、1990年に初めて南アフリカと英国でそれぞれ2の3ヶ月間一時的にコーチを務めた。1993年から2004年までハンブルク近郊のノルダーシュテッドにある ハークサイド体操センターでコーチを務め、2005年からはスイスリーステルの体操センターでコーチを務めた。2000年に国際体操殿堂入りし、ドイツの体操競技選手として初の殿堂入りとなった。ありがとうございます。